エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しの DYM テック、希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。大物スペシャル第3弾、大分ガール。はい、ということで今回のゲストは大井プロです。よろしくお願いします。お願いします。麻雀プロで M リーグ渋谷アベマズ所属の大井高です。よろしくお願いします。お願いします。お世話になってます。お世話になってます。以上に出てきた時みたいな。お世話になってます。麻雀やる人からしたら 100% 知ってるというかね。はい、麻雀はしないです。しない。僕もですね。僕はもちろん知ってますし、上本もよく麻雀大好きなんで、で山本も好きと。似てます。さすがに19歳でやんないね。上本が本当にファンというので、今まで年収チャンネル、はい、ほぼ4年間毎日更新していて、ゲストいっぱい呼んでるんですけど、はい、まだ覚えてるんですけど、大井プロが来るって言った時のテンションが過去1位だったんです。どんな女が来るより一番テンションありがとうございます。ということで質問ある人から順番に、はい、何でも聞いて。僕はやっぱり M リーグっていう存在が、はい、その麻雀のイメージガラッと変えたなと思っていて、もともとすごい煙い場所でっていう、なんかそういうのが、はい、ダークなイメージ、ダークな、はい、アングラなイメージがあります。あります、はい、それは今じゃなんか団体戦で可愛い女の子とかを混ざりながらチーム戦でやるじゃないですか、はい、あれって麻雀プロとしても結構やっぱ大きな変化があったもんなんですかね。そうですね、ちょいちょいそっちの方向に行きたいなとはずっと前から思ってて、僕も十何年前に一番大きい団体から独立して、自分で団体に立ち上げて15年ぐらい今代表やってるんですけど、麻雀は打って楽しいものだったんですよ。それはおじさんたちが、それを多分これ伝え手がうまい解説をすれば見ても楽しい競技になるんじゃないかなってずっと思ってて、当時いた麻雀プロにはあまり聞き入れてもらえなくて、で僕がこう、いやいつか地上波とかオリンピック競技になったり世界選手権になったりっていうような50年後100年後になる麻雀って、それぐらい魅力あるなと思ってたんですよ。それにはまず面白おかしく伝える人が必要だなと思って、一回プレーをやめようというか、アナウンス学校通ったりボイトレ通ったり、その面白おかしく麻雀を伝える人になりたくなったんですよ、突然。で大きい団体を独立して、今はその解説とかもやらせていただいてるんですけど、それで売れ出したんですよね。それでサイバーエージェントの藤田社長が麻雀界に面白くてなおかつ強い人がいるっていうので、僕を見つけていろんなところに出してくれるようになって、アベマのなんか麻雀の専門チャンネルを作ってくれたり、やっていただいただけですよ、僕。それこそ直近だと新規リーグとか、ね、はい、VTuber 巻き込んだりして、はい、麻雀の門戸を下げるというか、すごいなんか一般大衆向けにこうやってるんじゃないですか、うん、やっぱそれは大井さんがそういう広げていきたいみたいなのがありました。麻雀をやったことある人って調査すると800万人だか700万人日本にいるのに、いつも麻雀の専門チャンネルを見るのは数百人だ、これなんでだろうってずっと不思議で、700万人見てくれるんだったら視聴率でとんでもないものを稼げるんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、なんでこれがこう流行らないんだろうってずっと思ってて、やっぱこの暗いイメージとそれこそ見て楽しむっていう文化がなかったので、それをなんかガーッと一緒にすれば大きい力あるんじゃないかなって。めちゃめちゃ盛り上がりましたもんね、新規リーグとか。思いましたね、勝手なイメージ、ジャンタマの存在結構でかかった。大きいですね、VTuberさんとか。そうですよね、今までってその麻雀って天保だったりとか、若干玄人好みとか、そうですね、多かったじゃないですか、なんかそこですごい最近ポップになってきてるなっていうのが、なんかあるんじゃないですか、そのアニメとか漫画とか好きじゃないですか、結構それの文化で VTuber が流行ってたりするのと一緒で、ジャンタマ、麻雀ゲームとあの可愛いキャラとかが一緒になってるようなところがあるんで、マッチしたんじゃないですか、じゃあ素人質問しますね、はい、僕点数計算不計算はできます、僕がプロに混ざって麻雀やったら、何半チャン目ぐらいから結果に差が出始めるんですか。普通の麻雀プロと加藤さんだったら、多分10回半チャンやったら、10回ぐらいは全然いい勝負なんですよ。あ、そうなんだ、一晩の鉄マンぐらいっす、ね、そんなんだったら全然勝つ時もあるし負ける時もあると、50回とかになると負け越すでしょうね、なるほど、あ、これなんかちゃんと聞いたの初めてだから嬉しいわ。でもそれはあれでしょ、麻雀プロでしょ、普通ですよね、僕と麻雀プロはまた一個違うんで。あ、そうなんですね、麻雀愛好家がいて麻雀プロがいて、その上に僕がいる。僕だったら4回でもうダメです、まず負けますね。そうなんだ、まず負けます、勝ち越しなら。だって、僕もかなり学生でやって、テンパイ即利してれば運よきゃ勝てんじゃないかと思っちゃったんですよ。あ、その気持ちすごい分かるんですよ、分かるんですけど、加藤さんがいくら運動神経が良くて、サッカー部にいたって言っても、メッシは抜けないっす。あ、じゃあマージャン部メッシなんですか。
以上です。以上ですか。メッシは2位、3位いっぱいいるじゃないですか。クリスチャーノ・ロナウドうまいですよ。どっちが難しいバランドか毎年か毎回変わりますよ。ルーとの差全然違うんで。自分で言わないですよ。全然思ってる。僕はもう今、その M リーグっていうところで、もう5年間ぶっちぎりの成績で、毎年必ずプラスしてるんですけど、それはもう理由分かったんですよ。僕と対戦しないから。なるほど。ああ、ローランドみたいな感じ。気づいた、こいつには勝てないと思います、本当に。その何が違うんですか、みんなが切ったものを手から出してんのか、角切りか、はい、とか、そういうのの記憶力がいいのか、赤木みたいに貼るところが強いのか、もちろん全部あると思うんですけど、はい、何が違ってます？弱点がないです。例えば、麻雀に必要な能力が100個あるとしたら、はい、僕は全部が1位で全然ないんですけど、多分全部10位以内に入るみたいな、はい。弱点、例えばどういうのがあるんですか？麻雀プロって、攻撃はすごいできるけど、守備が下手とか、泣きはすごい上手だけど降りるのが下手、なんかいろいろあるんですよ。リーチが苦手、チート率が苦手、本率が苦手とかたくさんあって、あと記憶力が悪いとか、そもそも学力が足りないとか IQ 足りないとか、いろんなのあるんですよ。金がないとか、金がなかったら麻雀プロ続かないので。なんでですか？麻雀プロって2500人から3000人いるんですけど、ほとんど 80%、90% はマイナスなんですよ。ポーカー的な感じ。そうです、そうです、そうです、そうです。エントリー費を払ってそれで賞金をもらうにはそこまで行かなきゃいけない。ほとんどの日行けないので、もちろんこういうスポンサーともつきませんし、だからほとんどがマイナスなので、別の仕事を持ってるんです。なるほど。その会社に勤めてたり、マージャン店で働いたり、そういう時間に練習もできないでしょうし、スキルアップもなんかできないわけですよ。だからニュースも新聞も見てない人ばっかりなんで、そういう人たちでどん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 差がついていっちゃうみたいな。なるほど。じゃあその弱点が、大井さんはないと。ほぼないと思います。マジでメッシ。純粋にマージャンプロとして食えてる人って何人ぐらいいるんですか？Mリーガーになると大体最低ね、ちょっと働くだけで年収1000万以上はいくんで、それを食えるぐらいに考えれば50人ぐらいじゃないですか。そんなもんなんですか？狭き門。100はいかないと思いますよ、3000人の中で。その他の人はみんな兼業で何かしてたりとか、なんかやってるはずです。そのプロの収益の今の話の中には、例えばその雀荘にゲストで行くとか入れてっていうことですか？そうです。麻雀だけでご飯を食べるって考えると、ちゃんと稼げてるのはそんぐらいしかないんじゃないですか。100人100人。今の稼ぎの全てを知りたいんですけど、そのリングとかスポンサーとかいろいろあると思うんですけど、はい、それなんか細かく教えていただくと。麻雀プロがあって、YouTube があって、その他タレント業みたいのがあって、でこっちにいろいろ案件とかを入れるとすると、YouTube が一番多いかもしれないですね。YouTube ってのはそのアドセンスで入ってくるお金みたいなこととか。YouTube 基本的には広告はあんまりなくて、うちはスーパーチャットとメンバーシップが僕は多くて、大体好きなものぐらい。YouTube、爆発的にスパチャがある時あるんですよ。タイトルを取ったり、命になったりした人かなんか何百万とかもらったりする、1日で。鳴らすと1000万いくこともある。ないです。1000万なんです。そこまで月でいかないです。 RMU の代表をずっとやってらっしゃるじゃないですか。 RMU の稼ぎ言いましょうか。あれすごい、今もう300万。お前しか行けてない。さっきから説明ちょうだい。さっきちゃんともよく分かってなかった。さっき箱井さんが麻雀プロ団体から独立して新しい団体を立ち上げました。それが RMA プロレスみたいな、リアルマージャンユニット、リアルマージャンユニットの代表をずっとやってらっしゃる社長です。あそこ今メンバーどのくらい？300何十人プロがいます。そうですよね。売り上げで言ったらもうとんでもないわけですよ。どういう事業内容なんですか？それはそれはもうそれぞれが個人事業主みたいな感じなんですけど、給料もらってないですよ、ほとんど。10万ぐらいです。所属プロとかじゃなくて会費払ってますよね。それはもうみんなに還元しております。運営費だったり商品だったり、いろんなもの。そこからは稼いでない向いてないですね。みんなで楽しもうよみたいな感じが大きくなっちゃっただけなんですよ。最初は30人ぐらいから始めた感じで、そんなにビジネスしてないというか、ちゃんとやってないんですよ。麻雀プロって普段プライベートどこで麻雀打つんですか？雀荘です。雀荘、普通の雀荘ですか？雀荘です。一般的な。僕は行かないですけど、ほとんど。でも個室のところにはたまに行きますね、練習する。あと、まあ、うちは部室があるんですよね。サイバーエージェントのアベマを取るところの地下に麻雀卓が。めっちゃいい環境。あのシャットスタジオとか。部室って何やるんですか？1、2みたいな。違う。そんなスポーティーじゃないです。アベマズのメンバー4人とか、違うプロを呼んだり、芸能人の人を呼んだりして、簡単と麻雀やるだけです。プライベートも麻雀ばっかりですか？普通のプロはそうです。普通はね。今後普通のプロの話いらないです。いらないです。いや、でも普通のプロの宣伝もしてあげたかったんですけど、いらないですね。いや、欲しい。普通のプロは、ちゃんと
と6時間7時間、うん、何か働く麻雀関係でもいいし、うん、違うと働いて、うん、余った時間で麻雀トレーニングしたりして、うん、一生懸命やってて、うん、全くお金稼げないのが普通のプロなんですよ、うん、みんなって頑張ってるんですよ、そのいろんな競技でもあるじゃないですか、食えない世界、うん、まあゴルフに近い感じを受けましたね、はい、めっちゃかかるじゃないですか、うん、お金ゴルフも参加払うだけ、うん、勝てないと賞金もらえない、うん、だけどレッスンプロやったりして、うん、キャディーやったりして食う、うん、同じです、麻雀教室やったり雀荘の店員やってお茶組んだりして働いてるわけですよ。なるほど、それプロって呼ぶんですか、資格を言っちゃいました、うん、プロ団体に所属していることを今プロって呼んでますけど、うん、プロフェッショナルというよりはプロパーっていうか、なんか麻雀専門で生きていますみたいな感じなんですよ、うんうん、けど僕は週に1回しかやらないです、麻雀、うん、エーペックスばっかしすぎっすね麻雀って衰えるんですか。衰えます。でもいろんな記憶力とか瞬発力とか体力とか集中力、うん、少しずつ衰えるんですけど、うん、経験則とか対人競技なので、うん、例えば7人で1年間やると、うん、そしたら僕皆さんの性格とか、うん、女性の好みまで多分知っちゃいます、うん、ちょっとした控え室での会話とか、はい、学会での会話とか、はいはい、巨乳がいいかどうかとかそういうのですか。そうですだったらそんな話を試合前にしとけば集中力なくすんじゃないかなそういう経験則とかでいろいろと補っていくっていう感じで、ピークは40代ぐらいが一番強いとは言われてますね、麻雀界では。絶対勝てるって、まあ、麻雀やってる側からすると、はい、本当にってやっぱ思っちゃうんで、はい、ちょっとぜひ今度その対決を企画にさせて、はい、絶対勝ちますよ、はい、赤ウーピー中筋だったらノータイムできるなるほど、任せててください、勝ちます。山本好きだからなんかないの。普通に本物やって思っちゃってなるほど、なんかさ、カモンさんのこと好きっておっしゃってたと思うんですけど、はいはい、好きなんですよ。なんでなんですか。まあ見たのはトラなんですけど、最初に僕と同じようなことをおっしゃることが多くて、僕は普段例えば麻雀プロをプロデュースしたり、僕にお仕事くださいって言ってきたりする人とか、 YouTube どうやったらそんなおじさんみたいに伸びるんですかって言ってくる人に対して、僕に売名もしたくて、なおかつコンサルまで頼んで、なおかつ時間まで取ってなんかって思ってたんですよね、ずっと。だからそんなんじゃ誰が君にそんな教える人がいるのとっていう話をよくしてて、加藤さんがとある志願者の人に金をもらって、なおかつコンサルまで頼んで、なおかつここに出て名前を売るっていうのは、見てること3倍価値があるんだよみたいな、なんか言ってたな誰かによくそんな人の相手をするなと思って、加藤さんの YouTube をずっと見てたら、毒舌コレクションとかいろんな切りの人が回ってきて、作るために僕ネタにしてて、考え方が似てるなって。あ、感謝してる。じゃあ麻雀のクリロナ目指しますか。メッセージ。あれすごくないですか、ね、あの番組に出て有名にしてもらって、うん、なおかつお金をお金も出してもらって、投資家融資でいろいろ携帯はあるけど、うん、お金をもらって、うん、なおかつその後のコンサルまでって言って、うん、やばくないですか。もちろんズタボロにされて帰る人もいるんで、あれがズタボロだっていう感覚が僕はあんまりなくて、あ、失うものがない人たちだったら確かに出るメリットしかないと思うんで、そうそうそう、ただ結構倍率高いらしいんで。あ、そうなんですね。もちろんその中でもやっぱあるとは思いますけどね。結局優勝の人が出ると面白いかっていうとそうじゃないと思うんで、まあここで令和の虎の話してほしい。僕も確かに明日大井さんと会うって話したら、はい、麻雀好きの人はみんな羨ましがってましたし、でもなんか、うん、もし今このままの流れで一緒にできるってなっても、うん、恐れ多くてできないですね。ああ、なるほどね。じゃあ俺がやるわ。なんでやねん。なんで観客がやるの。観客って言ったら今後どうしてこうみたいなのあるの。その麻雀団体のように、うんうんうん、どうしていきます。どうしていきましょうか。僕はね、藤田進さんにこうやって売り出していただいて、かなり正直稼がせていただいて、うん、もう大丈夫ぐらいまでは来たので、うん、アベマのキラーコンテンツに麻雀チャンネルなくして、うん、アベマは成り立たないぐらいにはしたいと思ってたんですよ。それがまあ目標というか、うん、でもすごいです、本当になりつつありますもんね、アベマのいろんなコンテンツの中で。M リーグ、やっぱ M リーグっていうのはすごい、大体なんか何百万市長が、うん、もう平均がそうなってるんで、よく要は競技の間口を広げていきたいってなった時に、はい、例えば朝倉未来とかも、はい、素人とかが入ってくることを毛嫌う人たちもいるじゃないですか、うん、ですね、そういう反対勢力みたいなのいなかったんですか。僕は出過ぎちゃったというか、あんまり反対されない、うん、うまくやってこれましたね。中には僕がこう YouTube やることも反対っていう人もいましたし、うん、結構過激なこと言っちゃうので、うん、だからカブオさんみたいにアンチと喧嘩しちゃったりもするので、うん、言いたいこと言っちゃうので麻雀に対
助けられた部分はかなり僕も大きかったんで、要は麻雀を知ってたおかげで、はいはい、コミュニケーション取れた先輩とか、うん、大学の先輩と仲良くなるのとかってめちゃくちゃあったと思うんで、はい、まずは上手くなることが大事だと思うんですけど、どうすれば上手くなるんですか？最初の段階は、はいはい、たくさん打つ、たくさん打つ、その次にたくさん見るって、今はもう動画とかいろいろアベマとかで見れます、 YouTube で見れます、うんうんうん、たくさん見るっていうのがあったんですけど、僕最近考え方変わって、ゲームは友達を作るしかないです。気の合う仲間とやったら世界一楽しいゲームかもしれないですけど、うん、嫌いな人やったら一番面白くないゲームなんで、マージャンって僕より先輩の人大体嫌いなんですね、僕、うんうん、つまんない人だし、論理的なマージャンとか論理的な思考があまりお持ちでない人が多いので会話もできない人が多いので、気の合う仲間とマージャンをすると、うんうん、そうすると一人で1年間勉強するより5人でやった方が何十倍も多分マージャンも強くなると思うので、うん、なるほど。あと1個聞きたかったんですけど、はい、藤田さんって経営者の中でマージャン強いじゃないですか。化け物ですよ、化け物ですよ、プロの中でも強いですよ、やっぱそうなんですよ、はい、僕はすると僕の界隈の頂点が藤田さんなんですけど、はいはい、麻雀強いというところが会社をでっかくしたところ通ずるところあるんだろうなって通じてますよ、やっぱ思うんですよ、はい、僕も会ったら何も喋れなくなると思うんですけど、どういう感じなんですか藤田さんの経営のセンスというか。結構普通の人なんですけど、はい、僕が麻雀打つ時にすごく大事にしてることは3つの視点を持てっていつも思ってて、でこれを持ってる人って誰もいないんですよ、日本人にいなかったんです。自分の視点を持つ、相手3人の相手視点を持つ、客観視点を持つっていう、これ3つの視点を持ってるやつが麻雀勝つって僕はずっと持論で思ってたんですけど、藤田さんはその客観的に自分を見るのがうまいんですよ。だからよく麻雀打っててロンって言われて振り込んじゃって負けてから、あ、こんなの打たないでしょ普通というような反省を一切ないんですよ。1メートルぐらい離れたとこから自分を冷静に見れるというか、そこがあの人すごい。麻雀をやってて負けちゃう時とかって意外とうっかりというか、リーチが来てこれぐらいの手だったら行ってみよう、攻めようと思って切るんだけど、実はロンって言われた時だけ反省して、それ以外の危険牌来てるところは反省しないですよ普通に、はい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 、人間は。なるほど。だから勉強になってないんですよ、はいはいはい、結果的にロンって言われたところだけこれは振り込んじゃいけないんだっていう、その反省の仕方だけじゃなくて、はいはい、その時にもう俯瞰的に見て、これ後でロンって言われたら反省するような手だなとか、はいはいはい、未来を勉強できる、そんな感じの視点を持ってる人って、はい、結構麻雀強いんですけど、藤田さんそれすごい流れを全体で見てそこを反省するみたいな、俯瞰で対局を自分も入ってるのに4人を俯瞰で見てるというか、そういう風な人が経営のことも自分じゃないような感じで言うんですよね、サッカーのワールドカップのこととか、アベマのワールドカップとかね、とかも半端ないツモですよね、半端ないツモなんですけど、ご自分がそうやられてるのに客観的に見てる。年始チャンネルで申し訳ないんですけども、はい、多分今の麻雀界隈の人みんな見るかもしれないですけど、はい、今の大井宝の年収というところでお願いしてもいいですか。年収は、はい、はっきりと言った方がいいですかこれ。それも皆さんが言った数字でちょっと反応ぐらいでもいいですか。なんかどれぐらいだと思います。逆にどれぐらいだと思います。4000万。当たってるよ。これどっちよこれ。これどっちよ。そのぐらいでもうちょっと来年になったらそれ以上はあれかな、硬いかなぐらいの感じです。いやスペースで当ててきた。これよく見てる。なんとなくそんぐらいかなって今ちょっとはっきりとは分かんないんですけど、あれとあれとあれとあれがあって足したらそんぐらいかなぐらいでしたね、多分ね、はい、いい4、5000万、すごいな、はい、いいな。やっぱダントツなんですか、もう稼ぎ面でも。他にもっと稼いでるプロっていますか。やっぱいないんだ、うん、大打ちとか賭け麻雀的なところについてのテーマって前だってないと思いますよ、僕のも遠ざかって。映画の中の世界っていうか、赤城の一巻みたいな。赤城の世界は大昔はあったかもしれないですけど、うん、もうそんなイメージじゃないですよ、マージャン正直。それこそ、ね、桜井翔一さんとかって、はい、そのイメージが全然知らない人ですね、もう。正直そんな時間かかることします、大きいお金を動かすときに。ああ確かに確かに。マージャンで決めようや。あんな1時間から4時間かけてやります。確かに。そんなのサイクルフタも早くないさ。確かに考えたの。チンチロで決めようやの方が。ですよね、こいつ悪いんじゃないですかね、それ。わかりました。ということで、大井宝さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。